しよう。なんだこいつ、気色の悪い。くるめいくるめい。ボタン押させないから押すか。そろそろ押そう。アイスボタンです。はい、アイス NB。 喋ることなし静かですね。静かです。急に喋り下手になりますやん皆さん。何言ってこ、なんで僕入ったの。ちょっと紛らわしいから。基本的に入るよな。そんなうさんくさいかな。紛らわしいから落としとこう。マジか。順風せよか。シュシュ持つなし。あれオリジナルか。偽造。いけるんじゃね。はい、いけたのでかい。まあリスクをかけてまでやるタスクではないが。あ、マジでわからん。黄色、水色。ナイスボタン。素晴らしい。NB ナイボー。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 なんだ今の声。素晴らしい。今のシュタインズゲート。誰か今平安貴族がいたぞ。まさかに3人は分かってほしかった。シュタインズゲート。ごめん。ごめんね。まさかに3人は気づいてほしかったな。昔知らないって言ってたからごめんなさい。にわか。両方同じや。両方同じやったんだ。あ、貨物湧いちゃった。ないって言ったじゃん、バカ。とりあえず貨物になんか吸い寄せられちゃう。人を吸い付ける魔力がある。貨物には。自然と人が集まってくるんですよね、貨物の周りには。休み時間とか。貨物の周りにはいつも人が集まってました。彼がクラスの中心って感じでしたね。まさか、でもあんなことになるなんて。詐欺っぽいよ。ピンク、オレンジ、ピンク、オレンジ。オレンジ。白。なんだこいつ。気色の悪い。ピンク、オレンジ、白。なお。ああ、本体が死んだ。本体が死んだ。本体が死んだ。テラゾーさん。剣族を落としましょう。寺蔵さんがラウンジの右上の配線で死んでおり、アーカイブでマシャカリさんが本をしまっており、酒屋さんが、ラウンジの下から来たんで、酒屋さんは時間差セルフ以外、このタイミングのセルフはないです。うん、セルフ。マシャさんが、セルフっていうか、まあ、アーカイブ。あんまり直近の瞬間はないってことです。はいはい、で足湯夏目先生が展望デッキとキッチンのドア越しで、足湯が展望デッキ側、夏目先生がキッチン側でした。うん。右上に2次第なのであれば、先端も無理だと思います。あ、無理じゃない。東屋さんがね、米サボ来てました。米サボ来てるのを見てますね、僕も。だけど、ラウンジで死んでるんでしょ。ラウンジはテラゾーさん。ラウンジはテラゾーさん。1次第だけ、あ、ごめんなさい。はい、あ、OK です、OK です。で、あ、じゃあ誰も無理だ。なので、左側じゃないかなって思ってます、東屋さんは。うん、はい。アシュさんが、うん、展望なら、はい。アシュさんは可能だけど、夏目先生は難しそうかな。夏目先生、夏目先生
どっちから来たの？セキュリティからやったら無理ですよね。いや、違います。エンジンから来たので。うん、まあ、メインとかかな、できて。ああ、まあ、できる位置になりました。ごめんなさい。できるなら、うん。はい。ちょっと厳しそうな気がするけど。夏目さん視点、夏目さんと僕ってエンジンぐらいですれ違い、すれ違いましたっけ？忘れた。あれ、誰かエンジンで僕とすれ違いませんでしたっけ？チャゲプヨさん、エンジン付近。多分夏目先生のはず。その後、キッチンに合流してるから。さ、ラウンジの方詰めません？うん。ラウンジの方って今出た証言の人全員無理だと思うんですよ。うん、で、いいと思うんです。はい、で、僕、多分、マシャさんも白いと思うんだよな。ラウンジの右側、左側、両方ドア開い、あ、全部ドア開いてる状態で僕、昇降機の右側のダウンロードして帰るときに全部ドアが閉まっており、右側のドアを開けたタイミングで、レポートです。なんで僕、ハラマ君的には誰？昨夜さんかな、一番怪しいのは。ただまあ、で、弁当もきつそうな位置なんで。さっきのエレクションから一人。セルフ。一応、デボスか。もうちょっと。セルフはないみたいな。あ、キッチン行けばよかった。キッチン多いのか。キッチンメイン、白。チンメインとあと上だけか。チンが先決な。ちょっと押せなかったじゃん。ナイスボタン。ジミヤコ容疑者なんです。ちょっとお父さん。左側にいたのが、左下にいたのが夏目。アシユさん先端、チャゲポヨ。いや、チャゲポヨは、エンジン通ってメインホールに最後います。まあ、届かないです。あ、いや、でも、ラウンジは、まあ、挟まれてるんで。ラウンジの方の話で、無理っていう。うん、無理なんじゃない。ああ、そういうことですね。はい。で、シジミヤさんはどこ行ったんですか？さっき言ってなかったんで、言うと、メインホール脇、シャワー室、アーカイブ、で、シャワーで確か誰か、マシャカヤさんか、シジミヤさんどちらか見かけて、そそ抜けてラウンジ通って貨物室行って、給油タスクダウンロード終わってリアクターになったのでラウンジ行ったら一緒に見つけた感じですね、うん、だからまあ時間差せりはあると思います。 OK、 で中野アルマ視点でマシャカリさんが無理なんですよね。いや無理ではないでしょ。無理ではないけど無理ってしにくいんですよね。うん、まあじゃないんかなって思っちゃいます。そこ省けなったらアルマ君と藤宮証言してないんで。どうぞ藤宮さんどうぞ。はい、メイン脇でシャワーの、タオルを拾って閉、まってる時にアルマさん、マシャカリさん、サクヤさんがそこら辺うろうろしてました。で僕はその3人をシャワーに置いて、エレクトリカルのタスクをやっていました。最終診察入ったぐらいです。うん、藤宮さん下に行ってるのは僕見てます、うん、で、あ、じゃあできない、ません、アルマはマシャさん視点とサクヤさん視点で絶対に白になるはずです。僕中野くん白いですよ。アーカイブから左に行っていて、うん、ダウンロードしている最中にドアが閉まって左からドアを開けて入ってきて右側のドアを開けて咲夜さんと同時発見なんで。藤宮さんどうですか？それは僕は最後の方は見てないので、うん、なんとも言えませんけど。いや、下位置どこでしたっけ？マシャカリさんの発言組み合わせてアルマの城を受けます。いや、分からない。藤宮さんは無理でしょ。あ、そう、分からないじゃない、そこは、うん、ごめん、え、誰と誰っつったか。いや、ね、待って、これは俺らが喋った方がいいかな。マシャカリ、アルマ、咲夜が喋った方がいいかも。そうですね、アルマさんがドア開けてから一緒に発見なのでその瞬間の距離は無理だと思います。なので右側に浮いてるの僕と、まあ、マシャカリさん、藤宮さん、ゼロじゃないかなって感じ。誰も藤宮さんは多分できないと思うよ。下行ってんだったら軸的にじゃあデボします。大家さんはそうでいいんじゃないですか。デボします。ちょっと早い段階からローラーしないと。いいキッチンだけ、その分だけ釣らせて。君を押すんかい。あ、はい、ちょっと議論かき乱しちゃっ
ちゃん死んでます。アルマさんが死んでる。そら死ぬ。なんで逆走さんが。じゃあ。今、ミーティングにいる人は、夏目さん以外にいますか？僕。まさかりさん。夏目さん。アーカイブの方に行ってました。昇降機右から。で僕がすれ違ってリフト行って、なんで足湯さんが左直したんで足湯さん無理で、あと右やけたら右直します。下げぽよ藤宮です。それも弾けると思います。これ僕がアルマくんキルするメリットもないんで、昨夜さんつってもらっていいですか？消去法で昨夜さん。そうそうなっちゃいますよね。まあ僕目線はもう、中野くんごめんね。キルするメリットっていうかいるんでしょ、ミーティングに。今回はできないですね。まあ夏目さんの二郎じゃない限りは。まさかりさんの位置他に証明できる方いますか？だったら、ラウンジのキルの方に視点を寄せたダイスじゃないですか。うです、ね、もういやだから昨夜さんじゃない、死んだ、そう、中野アルマの視点でまさかりと藤宮無理って話。いや無理ではないって話だったし、じゃあまさかりが薄いって話をやってて、藤宮さんが薄くてまさかりからしてもできるかもっていう。そういや、まさかりは中野アルマ視点は白に近いって言われてたんで、うん、近いから、まあまあ別にローラーでもいいですよ。まあでもほぼほぼ昨夜さんはまあ僕になっちゃうので、まあ、とりあえず昨夜さんは昨夜さんですよね。昨夜さんは昨夜さんは昨夜さんじゃないですか、今回は。昨夜さんは昨夜さんは昨夜さんは。リアクター言ってないので申し訳ないですけど、はい、タスク優先して今最終的にエンジンルーム行ってきました。まあ昨夜さんは昨夜さんということで、今回は。昨夜さんはもう、まさかりさんに一応入れますけど、昨夜は、まあ昨夜は昨夜は昨夜がサクッと切るまでいいと思いますね。9.8秒、それが絶望までのタイムだ。かっけー、アクセルやりたかったです。み、ワンテンポ早くローラーしないとね。あー、もったいないね。情報更新もないわけだし、3か、ここは2だっけ。3までやってちょっといくか。中断して、リング行こう。役立ったなら。お、仮面ライダー。 お、あ、マシャカリ釣ってもいいっすよ。まあもし客観視点釣らなくていい、OK、客観視点ですけど、別に容疑者がほぼ昨夜さんで確定になったのなら、中野アルマの視点もで、マシャカリさんのことを信用していいんじゃないかなって思ってるんで、まあまあでも客観視点はゼロではないんで、じゃあお任せします。僕は自分でスキップ入れます。いやー、なんだろうなこれ。トイさん、もうそれ、まあ、マシャカリさん釣るんだったらもうあのテンポ早くローラーしたかったな。結局ボタンも死者も出ちゃったから、そうっすね。僕も釣らなくていいと思ってます。左の容疑者が、まあ藤宮、マシャカリ以外の4人ってことですね。そうですね。でその中でも夏目さんは厳しいっていう位置ですよね、いや、あチャゲポヨも割と難しいし、じゃないかな。夏目が厳しくなるんだったらチャゲポヨさんの方がもっと厳しいです、多分もっと無理な、はい、もっと無理になる。メインホールに最後いるので、ただでもコミサバ直しに来ててメインホールとかやったらありえるんかなっていう。いや、コックピットの方なのかなって思う。だって自分がエンジンルームに行った時すれ違わなかったから。はいはいはい、まあでもそれが誰も見られてないんで、ちょっと何とも余裕あんから、僕目線なんですけど。だから自分がインポスターだった場合は、インポスターだった場合でもチャゲポヨさんは白ですよ。ああ、はいはいはい、メインホールまで行ってるんだから。初手ダブルキルか、はい、そっか。だから自分よりチャゲポヨさんの方が白いです。チャゲポヨさん、トエさんとダブルキルの時ってどこにいたんでしたっけ？トエさんとダブルキルの時は、メインホールで最後、シャワーのタスクかな、戦場のタスクやってたはずです。どっから入ったんでしたっけ？コミューサボトウヤさんが来てる時に直して、でそのままエンジンメインっていう風に行って、じゃあ先生否定できるか。その時に宿舎前からエンジンで行ってるので、だからもうチャゲポヨさんの方が白い。なるほど。これが大きい情報。ああ、そうだ。ピンク白青が比較的
白目ってことですかね。そうですね。いや、もう右組はもう隠しろじゃない、うん、もう。うん。うん。うん、そうね。ああ、やるか。ここか。3箇所のあれが。よくないね。気が。大丈夫だと思う。てかもう鬼滅するしかないよな、人数的に。アルマさんなんで死にいっちゃったんや。僕がやった動きはやってほしかったな、アルマさんに。気を持ってワンテンポ早くしていかないと時間が足りなくなっちゃうね。これやっててここここここ見つかんないね、下に。センタンさんの死体が、あそこですね。ミーティング上がるとこのはしご下のところでありました。今藤宮さんのレポートじゃなかったですか？藤宮さん。オッケー、オッケーです、オッケーです。いいですか。はい、もうこの盤面でマシャカリとチャケポヨさんは確定白なので。はいはいはい。夏目アシエの対立でいいと思っていて。すいません、ちょっとどっちかは分からんかったですけど、センターさんやってみて、はい、ああそういうことね、ごめんなさい、はい、ああじゃあ大丈夫です。エンダーで走ってたんで勘違いしたかと思った13日コミュニケーションです。ちなみにコミュニケーション誰か見てます、はい、その前はセキュリティです。見てない。あー見てないなー。マシャカリさんと右側はカモツジュネットさん視点な、手伝いできるからこれもレポートしてって思ったけど、これ2つキル起こってるからな、僕のセルフも全然見えますもんね。そうね、ここででも押すメリットかな。まあそう言われたらそうなんな、だから難しいな。あ、いやでもメリットはまだあるんじゃ。いや殺しまくったらいいんじゃない、だってわかんないけど。あ、まあそうか。お、あでもあと2キルさらにしないといけない状態だから。 2人のさ、2人ってほぼ一緒に並行して一緒にいました。うん、まあ言うてラスト20秒ぐらいっすね。そうそう、まあでもこの2人は省けるんで、もう夏目先生足で、足屋さんのインポスター視界で2人が一緒に歩いてるのを視認しているのであれば、セルフレポートするメリットはあります。で、チャゲポヨ藤宮さんを貨物で見てて、多分マシャカリさんと合流するちょっと前ぐらいかな、藤宮さんと見てるんで、見た、うん、割と距離的にミーティングのとこなんだったら、うん、割と切ってセルフあるんじゃないかなっていう。はいはいはい、ね、自分セキュリティエレクリエレクリカルメインエンジンコミュニケーション、誰にも見られてないんでやるメリットかなっていうのが。釣ります？いやスキップ入れます。もうスキップ入れました。あ入れちゃった。あマジか、入れとけばよかったじゃん。俺分かんなかった、どっちか。どっちも怪しいし、疑われてるって思ってたのかな。自分の方が多分位置的にはあり得るかな。釣らない、これで廃校に入れないと怪しくなっちゃうと思うけどな。大丈夫かな。僕だったら釣られてますよ。ねえ、センターさん、僕あれヤクタ逆走してないっすよ。え、右行ってませんでした。アーカイブであの現場検証しました、マシャさん。そしたらアーカイブの上で酒屋さんが隠れてたんですよ。すごいとこに隠れてて、現場検証あって目があった瞬間殺されました。やっぱマシャさん無理だよなって言いながら現場検証してた、殺されました。
やばいぞこれ。やりそう。全然に切られますね。なんと。てかこれタスクどうなる？ああこれで最高。マジか。キッチンで夏目先生がマシャカリさんを切ってました。チャギポヨさん視点が一番。ああ自分店舗に行ってたんで。いや何も言えねえなこれは。いやでもなんか有名な足湯さんどういう流れでキッチンつきました？キッチンはコミュニケーションサボタージュの後、あの夏目先生とマシャさんが2人で下に行ったんで、もう僕ボタン持ってなかったんで、その2人ちょっと絶対マシャさん切られたらまずいなと僕切るだけで、だから追いかけて。コミュサボブキッコキッチンって流れですか？コミュサボブキッコキッチンって流れです。エンジンにいませんでした？いましたよね足湯さん。エンジンに行ったんですけど夏目先生と、マシャカリさんが下に行ったんですよ。でチャゲブさん上に上がっていったじゃないですか、右の方に。なんでそっち2人を残したらあのまずいなと思って。先生なんか怪しいじゃん単体でね。ほぼ絶対これ通る話があるんですけど、うん、チャゲポヤさんさエンジンとメイン下になかったじゃないですか、はい、はいはい。トウヤさんコミュニケーションの下にいたじゃないですか、はいはい。だったらトウヤさんの下位置って、コックピットの方じゃないですか。トウヤさん、トウヤさん、うん、うん、はい、そうなんですよね。一旦目コックピット濃厚だったら足湯さんが展望デッキにいました。武器庫とかっていうのが武器庫は見られました。チャギポヨさん武器庫キッチンの話です。あ、いいですか。武器庫はセンタンとすれ違ってますね、うん、ただセンタンさんとすれ違ってるかもしれないですけど、あの、武器庫の奥とかそこら辺の可能性もあるし、コックピットを夏目先生が寄るっていう可能性もあるじゃないですか。僕はアップロードダウンロードやってたんで確かにコックピットのキルはあるんですけど、夏目先生がコックピットに切るっていう可能性も考慮した方がいいと思います。今の僕しかもボタンを押す意味があんまりないかなっていう、いちいち探しに行ってる行為を考えてほしいですね。いやー、いい反論だ。レポート2回連続ですよ。これは勝てたら熱いね。厳しいかなと思って。でも、センターさんから割と夏目さん、白目もらってた気がするんだよ。あと、チャゲポヨさんの白を出したの自分です。確かに。でもそれは一関係的にチャゲポヨさんを絶対に白置きしないといけない場面。自分の白を犠牲にしてチャゲポヨさんの白を出してます。あ、シルさんごめん。いや、いい。お見事、チャゲポヨさん。ああ、よかった。マジ怖かった。いや、いい反応。マジか、もうちょっとやったのに。アシエさんを疑った。惜しい。いや、めちゃくちゃいい反論でしたね。アシエさんが良かった。いやー、あざます。アシエさんすごい良かったですね、最後。あざます。ナイス。キルも良かったし、反論がすごい良かったですね。はい。お腹痛い。どうしようって思った。おめでとう。ナイスです。ナイスファイトス。今のよう入れましたね。 GG でした。いやー入れれた。ナイスでした。足尾さんあれかあれですか、弁当入ってキッチン行ったんですか、やっぱり。今ですか。いや、今は普通に武器庫取ってきましたよ。あー、マジですか。はい、夏目先生とあの、うん、マシャさん行ったんで、これ夏目先生しか濡れない状況やから、そこでお互い切ったって言ってレポートしたら僕の方がちょっと調べに見てくれるかなっていう。トウヤさんのキルは、トウヤさんのキルはもうさっき夏目先生言ってたのは、僕が下から上に飛んでトウヤさん切って。あ、よかったよかった。はい、はい、危ねー。コックピットですよね。あ、はい、もうおっしゃる通りでした。あのね、今回ね、ごめんなさい、もうね、記憶がごちゃごちゃになって、ちょっと、人の名前、覚えられない。すごいね。なんか、最後の最後まで最初のキルについて話してってたの、珍しいね、すごい。あの、さかのぼって、そこが一番重要だったみたいな。結構、チャゲポヤさんが残ったから、チャゲポヤさん残ったから、もう最初のキル、トウヤさんのキル思い出させて、チャゲポヤさんの白出したの自分ですよって言ったら入れてもらえるかなと思って。そうね。いやー、でもそこだけ。割とそこ見るしかないかなって思ってたんですよね、もう。うん、そうですね。シュウさん、普通にうまかったっすね。ありがとうございます。よかったね。反論がすげえ白。すごいよかった、反論がね。あー、ほんとすげえ。嬉しい。夏目先生なんかめっちゃ黒かったよ、たまに。結婚しても。なんかね、何も言えねえなーとかに。何も言えねえって思って。富士宮とね、昨夜さんの声ね、見分けつかんのよ、なんか。あれ、男子だ。そんな、それかい。いや、そう、青も似てるし。そう、なんかで、あとなんかもう、もうよくわかんねえから、もう、アレマの視点信じるしかねえってなって、そしたら申し訳ない。あと、足湯さんが、あの、昇降機のとこで西対出して、はい、あの、
なんだろう。ああ、そうそうそう、死体の報告間違ったの。そうそうそう。危ねえ、危ねえって思う。それこそ失言だろうって僕切れてました。なんでそこの失言拾わないやん。あれ、あれ失言したかなと思って笑っちゃったもん。そう、あの、センタンさんの真近くでレポートしたね、センタンさんと思い込んで言ってた。マジかと思って。あれ？と思って。面白かった。